元オウム真理教の信徒だけど質問ある？事実です。今は脱会してます。今はどこの人なの？元アレフで今は無宗教。いつ妊娠したの？89年。元だと、裏切り者め。修行したの？失家信者です。オウムの学歴見ないと聞いたが、そうでもない奴もいる。今は創価学会員ですか？いいえ。上栗式村のサテアンにいたの？熊本にいた。朝原のことどう思う？裁判で語ってほしいですね。もちろん歌えるんだよな。何を？なんで入会したの？ヨガに興味があったからだよ。あとは紹介。孫子ディスっても怒らない？怒らない。オウムに残って、罪を償ってる人がたくさんいるのに、逃げて恥ずかしいと思わないの？俺は何の犯罪も犯してない。微罪だけ。現在はアレフの信徒？光の輪の信徒？元ね、ホーリーネーム持ってんの？最後の方でもらった。地下鉄サリンの時どう思った？オウムの仕業ではなくはめられたと思った。井上さんなんか優しかったし。会員費はいくら？イニシエーションクソ高いでしょ。宗教ならではのエロい話頼む。ないし、ダーキーニーとか見たこともない。下っ端だから。あのヘルメットみたいなやつって重くないの？このイニシエーションはしたことない。クンバカはあるよ。アーナンダさんのが有名だよね。他に知っている宗教は？その前はアゴン教に入信してた。ホーリーネームは何？言えぬ。空中浮遊に騙された口？何か信じさせる力を、奴が持っているのは間違いない。孫子のおしっこ美味しかった。飲んだことないよ。アングリマーラさんとか何回飲んだんだろうね。孫子のことどう思う？あと消防の頃、孫子をおちょくって座禅組んで前屈したり、狩猟の真似事してたオウムあのクソガキだったけど、憎たらしいか？どうも、真実を法廷で話せとしか。聖水と称した麻薬を飲まされて、朝原将校の写真が一面に貼ってある部屋に閉じ込められたってほんと？ LSD のイニシエーションでしょ。聖護士に上がるにはみんなやってるんじゃない。地下鉄サリンの件は、朝原が無実だと信じてたの？なんで目が覚めたん？というかマスコミにはめられたと思ったよね。目が覚めたというか疑問は前からあって。でも失家信者は、なかなかあの閉鎖的なコミューンから抜け出すのは難しくて、何年かかったことか。朝原臭い？ほぼ会ったことないよね。普段どんな修行してるの？瞑想が多かった。でも俺は大体ワーク。信徒と信者ってランクの違いとかあるの？言い回しが違うだけ。在宅信者と失家信者。位とかあるの？司法とかその辺。抜けた後なんかやばいことあった？ない。有名幹部で会ったことある人とかいる？いればその印象とか。新見さん、井上くん、岡崎さん。見られたしは怖かったよ。三人とも相当初期からいる人じゃなかったか。怖いってどういう怖さ？何考えてんのかわからんみたいな。君のやり方ではカルマは落ちぬ言われて、逆さずりだよ。後から振り返って、あれはテロの兆しだったみたいなのってあった？ダントラバジラヤーナに対しての疑問は、大いにあった。本物だとすると、89年に入信したなら結構大物だろうよ。ロシア遠征行ったんかい？憶測で語るべからず、小物だよ。オウム信者から見た、他宗教ってどうなの？皆さんには村上春樹氏のアンダーグラウンドという本と、約束された場所でという本を読んでほしい。上栗式村には行ったことあるの？幹部連中とはどこで会ったの？上司みたいなものだから、ことあるごとに顔は合わせるけど、会わない人は全然会わない。上流何してんの？さあ、今も昔も会ったことないな。ダーキニーには会ったことない。孫子に直接会ったことあるの？どんな人だった？上流は、間違いなく超能力のような力を持っているって言っていたけど。一度か二度かね。よく覚えてない。いつ頃から教団に対して懐疑的になったの？ダントラバジラヤーナの教義やスパイが現れてから、スパイってリンチされて、だ人のこと？あれって嘘なんじゃなかったっけ？いや間違いなく言えた。明らかにおかしい。だ人のことについてはよく知らない。その時の仲間とはまだ交流あるの？ほぼ断った。オウムに入っててよかったことある？仲間。事件が起きてることって、リアルタイムで知ることができたの？情報的にほとんど閉鎞されてる。洗脳されすぎてヤバいなーって感じの人はいた？いる。どういうところがヤバいと思った？盲信してるところ。だいたい上に行けば行くほど、洗脳されちゃうからな。市場、半島との関わりがよく噂されるけど、その辺はどうなの？関係ないんじゃないかな。やっぱ金にはうるさかったの？結局金なんだよ。でないとサティアンの建設もできないし。家族は失家した時、脱退した時に何か言ってきた？振り切るように入信し、脱退したらもういなかった。係長補佐になるのに試験とかあるの？どんなの？修行やワークの成果が認められたら。仏教自体は今でも信じているの？よくわからないが、今は現世に帰ってきて、日々生活するのに大変だよ。し、事件があった時のスポーツ新聞が、どれもすごくて、未だに思い出すんだけど、かっこ当時コンビニバイト。この事件の時どう思った？村井だね。これで終わったなという気がした。朝原を理解することは誰にも、できない。仕方ないあいつは、ただの人じゃない。ここで一本目のお話は終了です。オウム真理教に詳しいけど質問ある？潜入&研究をしてた。信者ではないです。潜入研究をしてました。かわいい信者おるの？なんか清純っぽい雰囲気を出してるのが多い&多かった。
笑い方とか女神みたいに微笑む人いて、宗教って怖い。元信者かよ。違うよ。気軽にネタにしたり歌歌ったりはしてた。どのレベルまで潜入してたの？教団関係者にわかるように言ってみて。めっちゃ浅く。信者のテロ起こりそう？光はない。アレフは分岐次第であり得る。昔地蔵君の奪還作戦とか考えてたからね。アレフってそんなヤバい思想なの？知らんかったわ。光の輪は安全とか言われてるけど、安全目なだけで普通にカルトだからね。勘違いしないように。信者って野球中継とか見ることできたの？見れるかどうか、強く望めば見れるだろうけど、見ないよ。はい。信者同士でキャッチボールとかは？主要に関係ないからね、見たことない。肉も食べないしね、それが普通と思えば普通なんだね。バルドーの悟りのイニシエーションやった？あと主要の内容を具体的に教えてほしい。殴る蹴る埋められる、盛られる、溺れさせられるとかそんなん。あれでカルマ落ちたり聖者になれれば苦労しない。耐え抜いた上流も、今やぶっ壊れてるし。教えたいことがまずあって、いろんな方法でそれを完全にすり込む。って主要が多いかも。時代によるけどね。電気ショックとか、そういうネズミの実験みたいなすり込み方を、バンバン採用してた。古い人格や自我を、して、地蔵君の完全奴隷にする。ヘッドギアやんけ。入信すると財産はどうなるの？ご安心ください。全額没収とコースもあります。あと、その後何かを所有することもできなくなります。上流はなぜ逮捕されなかったの？外国にいたんだよ。上流は何回かそういうことがあって、運がいいのか、その裏があるのか。主要や儀式という名目で、格好受け身の状態にする薬、器具、拷問を行って、教義をすり込むんだけど、そんなんじゃダメなんだよね。目覚めるのは意識的に行われなきゃ。LSD はね、いろんな症状あるけど、使い勝手がいい薬物で、一つは、心がすっごくピュアになる。その状態で例えば、犬も歩けば棒に当たる、って言葉を聞くと、涙を流してその言葉が心に染み入る。全盛期は万人規模の宗教。逃亡中だった指名手配信者は、カセットに朝原の説法を入れたものを携帯。人の洗脳ってか心の拠り所って、そう簡単に崩れるものではないと思うんだけど、アレフや光の輪には参加しなかった信者って、今何してるの？あのカセット聞いた？一部手に入ったけど、面白い、モノマネできるようになったよ。確か一部ならネットでも拾えたはず。警察が朝原の録音テープ残してたけど、あれって教団から押収したものなのか、警察が内部でスパイして自分で撮ったのか、どっちなんだろうな。善良で素直な人が宗教にハマるイメージ。いろんなタイプがいる。今も、当時からのおっさんおばさんも、OL 風のお姉さんも、なぜか未成年の子もいる。黙って真面目に授業受けて実技も実践してるよ。言われるがままに変な道具持ったり買ったりしながら。朝原って先見の明あるよな。ソ連崩壊時に、これから出てくるのは資本主義でもなく社会主義でもなく、宗教による国家と戦争と言ってたし、イスラム国とか見てると、全くその通りだった。朝原は、普通に霊能力者だし、予言もたまに当たるし、ヨガもチャクラ開発度は結構いいところまで行ってるし、嘘もついていない。という風に光でさえも思ってる。ただ、消えの対象ではないし、人格とかはヤバかった、って思うかどうか。オウムをあそこまで大きくできたという経営手腕なら、間違いなく有能やろうな。もともと金儲けで始めたオウムやし、目的は確実にこなしてくタイプなだけに。地下鉄サリンで検挙できなかったら、確実に空中サリンテロやらかしてたやろうな、恐ろしいで。実際信者が暴走するとか言われてるけど、その可能性はあるんか？全信者が、俺に秘めたる胸の内を明かしてくれるわけではないからね。やばい発言とかは結構あるけど、言うだけなら簡単だからね。途中から狂ったのは演技やったんか？それとも狂ったふりをしていたら、ほんまに狂ったんか？警察庁すら歯向かえない、闇の組織が廃人にした説あるね。会えばわかると思ったから。警州の地蔵君に一回は会いたかったが、結局無理だったね。大でいいからみたいな。遺骨はアーチャのところに行くんやろな。行くとしてもあと3年くらい後になるね。結局オウムの最終目的なんだったんやろうな。テロの先に大国の樹立でも宣言する気あったんやろうか。聖人が聖人あれば最強じゃん。悪の組織にも勝てるやん。ってノリかと。そうだよ。国家転覆を狙ったクーデター未遂。一致のスレなのに書き込んでええんかな。あ、そういえば、光の輪は仏教やめて、神道っぽくなってるからね。そっち系の団体狙ってんのかもね。お正月に神社行く人とか、山登る人は多いでしょ？お前らやばいよ、かもだよ。あれはほとんどヨガサークルやろ。山登りサークルかも。あと怪しい壺も売ってるよ。聖者も認めた幸運のアクセサリーとかね。オウム信者側からして、今宗教戦争を起こす意味ってないだろうし、別にテロとかは起きないやろな。オウムの連中は、そんな政治的動機では動かんで。あいつらイカれとるからな。過去にロシアに残った残党が、朝原奪還画策しとったし。光の輪ってカルトなんか？逆に公安の厳しいチェックが入っていて、安全とかないんか？厳しいチェックって言っても、みんなにボディチェックするわけじゃないしね。近くの小屋で見てるだけだよ。危険とも思わないけどさ。光の輪は、情報をオープンにするスタンス。第三者監視委員会とかもある。
アレフはガサで朝原の説法が出てきたり、子供にすり込むための孫子カルタが出てくるからお察し。今も研究続けてるの？博士号とかないけどね、趣味みたいなもん、浅い知識しかない。まだ信じておるん？普通におる。光は1ヶ月に60万円くらいは余裕で収入あるよ。アレフはお察し、すごいね宗教。やめたけど、微妙に信じてる人もいる。信者は大体普通の人だよ。喜怒哀楽に迷い、苦しみ、脆く、優しい。時代に合わせて、取り込みやすそうなスピリチュアル系の人狙うとか、上流って割とやり手なんやな。あいつなら、やろうと思えばもっと信者増やせそうだけどな。人を導くタイプではないからな。特化してるけど総合的には才能ないのかも。その辺兼ね備えてるのが大川隆法なんやなって。あいつほんとすごいよね。天才だよ。刑執行はされないという願望を、事実のように思ってた人も多い。信者と乳繰り合ってりゃええのに、選挙出て大敗して、国家転覆企むとかアホやな。プライドがクッソ高くて、コンプレックスもクッソ多いタイプが、能力以上に持ち上げられると、失敗を誰かのせいにして、変な方向に向かってまうのかもわからんね。ドラッグの密売とかはやっとったんかな。野外パーティーとか、あそこら辺やってる奴らおるやろ。一時期変な名前の薬が、オウムの有効とともに流行りました。一部の外国でも流行りました。オウムがなくなるとそれもだんだん消えました。関係があるかは不明。オウムの上層部は高学歴が多いって聞いたけど、その人らは信仰のためにやってたの？それとも金目当て？挫折した高学歴ほど、手玉に取りやすいんやて。信仰宗教の上の方って、どこも高学歴の人が多いよ。オウムの起こした事件自体は、ほぼほぼ解決したとは思う。表に出てる有名な奴は。ただオウムの勃興に関しては、細かいところが解明されてないから怖い。オウムの不明点といえば刺された村井や、教団幹部の北朝鮮への渡航歴や、ロシア製のヘリをどうやって手に入れたとかやな。北朝鮮との関係どうやったんやろな。科学の話するね。一般に知られている現代の科学は、ものすごく遅れている。人間の感情は遠隔で自在にコントロールできる。したり、自、させたり、幸福にしたり、悲しませたりできる。これは最近の発明とか宇宙人の技術とかではなく、30年くらい前からそういう技術がある。論文調べれば出てくるよ。まさかそんなこと、かっこ悪用は実用化、しないだろうってなぜか民衆は思うんだけど。オウムがやろうとしていた科学仏教というのは、すでにめちゃめちゃ高い精度で完成している。知ってるやつも多いか。オウムの科学仏教で完成してるって言うけど、今は胃の手元には、感情を遠隔でコントロールするものなんてないよ。論文出てるんなら、実用化されててもいいやん。ね、いつも一瞬で治るのにね。俺らクソ底辺庶民は、自然療法でちまちまやってくしかないのかね。嫌なら薬使う？なんで広まらないか思い浮かんだ？星新一であったな。毎年のように流行る病気のワクチンに、微量の麻薬を混ぜて、政府の言うことに違和感を感じなくさせるってやつが。神も仏も信じなくていいで。自分の頭で考えて幸せに到達もできるで。ただ、お前みたいなクズが考えてわかると思う？ブッダでさえ何年も供養してわかったのに、お前みたいなんはただ信じたらええよ。疑わずに、ただ全部信じてみ。そしたら幸せになるし、神が喜ぶのを感じるはずや。すべてじゃないけどインド系仏教はこの論法を使う。これ、オウムを作った人が使ってた教科書だよ。信じても信じられた人は喜ぶけど、神、格好中、は別になんとも思わんよな。神ってなんだよって言われたら、精神論しか聞かないし、実質論破やしな。だからじっくり考えさせないように、閉鎖的空間で信者で囲って、友人知人などの身内を使ってですね。強制洗脳やん。そういうもんやで。あとは長時間だと思考停止して、はいはいそうです状態になったり。何にせよ、一区切りになるのかな。ここで全てのお話は終了です。洗脳されると、人は変わってしまうんですね。